朝7時45分、茅ヶ崎市役所資産税課に勤務する須藤さんのお宅。ご夫婦で市役所に勤務する須藤さん一家の一日は、二人のお子さんを保育園に送り届けることから始まります。自治体独自の政策が求められる今、茅ヶ崎に住んでいてよかった、住み続けたいと実感できるようなサービスを提供するための方法として、茅ヶ崎市では脱公務員試験を掲げ、先進的な方法での人材の採用を進めています。いつもご夫婦で子どもたちを保育園に送り、自転車通勤をしている須藤さんは勤続10年目。担当業務は固定資産税に関する家屋の調査を行っているそうです。いつも朝は戦争だと思って頑張ってきてます。午前中に家屋調査3件行きまして、午後はデスクワークをやります。お母さんとしていつも忙しい朝を送っている須藤さんですが、出勤してからは茅ヶ崎市の職員として頑張ります。同じく朝8時20分、出勤してきたのは勤続3年目の西村さん。西村さんは防災対策課で、地域防災力の向上に関する業務を行っています。8時40分、防災対策課で毎朝行われている朝礼が始まりました。一日の動きを課の中で、情報を共有するというところが目的で毎朝行っています。で、合わせて、突発的な事故であるだとか、台風のシーズンなんかは特になんですけれども、この後の天気が崩れる可能性があれば、それを事前に情報を共有して知っておくということで毎朝確認を行っています。今日は午前中はですね、新しく津波の一時退避場所という協定を結んだ施設がありますので、そこの施設に持っていく資機材の準備をします。朝礼が終わり、西村さんの業務が始まりました。朝9時、作業着に着替えた西村さんがやってきたのは、さまざまな資材が保管されている倉庫。ここは防災対策課の倉庫になってまして、いろいろな訓練で使う資機材だとか、津波の一時退避場所に持っていく資機材を備蓄している場所になってます。津波警報の発表に伴い、緊急時に一時的に退避することのできる施設に備蓄する資材を準備する西村さん。用意したリストで確認し、車に積み込んでいきます。荷物の中身はですね、主にトイレの関係がメインになってまして、事前に備蓄してあるトイレでいざとなった時は、済ませてもらうために、トイレ関係を主に備蓄しています。万一の災害に備え、日々業務を行う防災対策課の皆さんは、地域の防災訓練に参加するのも大切な仕事。訓練では、災害時に避難場所となる学校と災害対策本部が置かれる市役所との連絡方法を参加者に説明していました。このように地域防災力の向上に努める西村さんですが、茅ヶ崎市役所に勤務する前には青年海外協力隊としてコスタリカに赴任していたそうです。コスタリカではですね、厚生省の地方事務所に配属だったんですけれども、主にですね、向こうの食べ物がすごい炭水化物に偏ってたので、食育改善というところで小学校に訪問して、そこで子どもたちに食育の活動であるだとか、あと合わせて衛生活動として手洗いだとか歯磨きだとか、そういった啓発の活動を行ってました。コスタリカでのボランティア活動を2年間行い、茅ヶ崎市役所に入庁した西村さんですが、職場ではどんな存在なのでしょう。彼のこの職場に来るまでの経験もありますので、非常に常に問題意識を持って業務にも取り組んでくれておりますし、またお願いしたことについても十分に内容を理解して、大変頼もしい存在ということで、周囲からも頼られている、そんな職場の仲間です。職場でも頼りになる存在だという西村さんは、現在の防災対策課の仕事にやりがいを感じると言います。
3.11 以降ですね、日本全体が地震であるだとか津波に対して見方というのが変わってきたかと思います。で、市民の方々も非常に防災について熱心に取り組んでくださってますので、この市民の方々と一緒に仕事が進めていけるというのは非常にやりがいを感じています。お昼前の11時、市内のとあるお宅にやってきたのは資産税課に勤務する須藤さん。固定資産税に関する新築家屋の調査にやってきました。こんにちは。茅ヶ崎市役所資産税課の須藤と申します。はい、今日家屋調査に参りました。はい、まず最初にですね、お家の外側ぐるっと見させていただきます。早速メジャーを使い、床下や軒下の長さなどを測り、メモを取る須藤さんは一体どんなことを調査しているのでしょうか。固定資産税の税金を決めるために今お家の外側を見ています。屋根がどういう素材が使われているとか、基礎の高さを見ています。二人のお子さんのお母さんでもある須藤さん、直属の上司からはどのように映っているのでしょう。子育てをしながら、まあ、時短勤務を使いながらですね、他の職員と同じように地区を持ちながら、調査の方を当たっていただいております。職員みんなで話し合いとかすることがあるんですけども、そういう時も積極的に発言してもらって、まあ、みんなのですね、そういう困ったところとかをまとめるような役をやっていただいております。資産税課の中でまとめ役のような存在だという須藤さん、室内の調査も行い、お家の方に固定資産税について説明をして午前中の業務は終了。お昼の12時、庁舎に戻りランチタイムです。須藤さんはいつもお弁当を持参するそうですが、この日のメニューはサラダとトルティーヤだそうです。須藤さんは市役所の同期でもあるご主人と9年前に結婚、第一子を授かり産休を取るときには職場の応援があったといいます。茅ヶ崎市役所全体がですね、すごく仲がいいですね、職員同士が。なので結構和気あいあいという職場環境なので、私が今ある仕事をみんなに、どうしても私の仕事を他の人にやってもらったりとか、みんなで分担が増えてしまったんですけれども、みんな出産頑張ってねと心よく送り出してくれたと思います。男の子にも恵まれ、2児の母として忙しい毎日を送る須藤さんですが、職場に復帰した後も働きやすさを感じるそうです。みんな楽しく支えてくれていて、今実際働いてもみんな仕事を忘れたりとかするんですけど、でもそういうのもみんなフォローしてくれていて、とっても働きやすい環境です。ママでもある須藤さんは働きやすい環境だと言いますが、それでは茅ヶ崎市が求める人材とはどんな人物なのでしょう。茅ヶ崎市では将来都市像の実現に向けて、やる気とコミュニケーション能力があり、相手の立場で物事を考えることができる人材を求めております。茅ヶ崎市が大好き、茅ヶ崎市をこうしたいと、そういった強い思いを持っていられる方をお待ちしております。ぜひ一度ですね、自分が茅ヶ崎市の職員として働いていることを想像していただいて、ぜひとも多くの方に採用試験にチャレンジしていただきたいと思っております。夕方4時15分、子育て中で短縮勤務を利用している須藤さんの業務が終わりました。しかし仕事が終わってもお母さんとしての須藤さんの一日は続きます。須藤さんはいつも仕事帰りに買い物をして帰るそうです。やっぱり今はもうほとんどが子どもの時間で、自分の時間がなかなかないので、どうやったら自分の時間が作れるかと毎日必死で作っていて、仕事ですごい疲れていても子どもにママって言ってもらうとやっぱりすごく落ち着きますし、仕事と家庭と両方こう違う世界があるので、すごく充実していて面白いです。仕事と家庭と充実した毎日を過ごし面白いという須藤さんですが、ママとしての一日はまだこれからです。夕方6時総合体育館、この日は職員共済組合のバスケットの大会の日。防災対策課の西村さんも市のバスケ部の部員として参加します。
同僚とチームを組み汗を流す西村さんですが、茅ヶ崎市役所で今後やってみたい業務があるそうです。一度はここでの国際関係の仕事には取り組んでみたいなということは考えています。あと合わせて昔から環境問題というのも興味がありましたので、そういった仕事にも携わってみたいということを考えています。今回登場してくれた西村さんをはじめ、先輩職員の一日や震災用職員が働いた実感を掲載した茅ヶ崎市職員採用案内が出来上がりました。職員課窓口での配布のほか、茅ヶ崎市ホームページ職員採用試験情報ページでも見ることができます。ぜひご覧ください。寄り抜き茅ヶ崎通信。ワークショップと映像配信の2つの事業で新たな湘南の魅力を発見し発信していく湘南の魅力発見プロジェクトが、茅ヶ崎、藤沢、寒川の西一町の主催で進められています。やってきたのは茅ヶ崎海岸。この日は西一町を舞台に映像作品を制作するプロジェクト湘南時間旅行、アーティストと作る映像体験の撮影が行われました。作品を手掛けるのは東京芸術大学美術研究科出身の美術作家伊藤久也さん。今こう巡ってきた場所っていうのが、このまあ湘南地域のまあ歴史的にいろんな出来事が詰まってる場所で、でその場所をまあ参加者の方々と訪れて、でそこに眠ってる歴史を追体験する、この土地に住んでる参加者の人たちに一緒に考えてもらって、いろいろ感じてもらって、まあ、外に伝えられるようなものになったらいいかなっていうふうにすごく思ってます。伊藤さんの今回の作品のタイトルはまたそのうちどこかでね。この日は参加した皆さんに浜辺で感じたことを即興で海への手紙という形で表現し朗読してもらいました。僕は人間が今までやってしまったことなどを考えながら、人間の立場でその謝らないけれども私たちはこうなってしまいましたよみたいなことを朗読させてもらいました。高校生の藤森さんにとっては貴重な経験になったようです。教科書とかで勉強できないようなことも知れたのはとても良かったと思っています。音声さんのお手伝いもさせていただいたりしたので、そういうなんかお仕事に関することもいろいろ知ることができたのでとても良かったです。湘南の魅力発見プロジェクト、完成した作品は2月25日にイオンシネマ茅ヶ崎で開催される1日限定のプレミアム上映会を皮切りに、西一町の公共施設で上映及び展示による発表が行われます。ハーモニアス広報版。固定資産税、都市計画税の第4期の納期限は2月28日火曜日です。金融機関での納付に加え、コンビニエンスストアでの納付や金融機関の ATM、 インターネットモバイルバンキングから行うページ納付、口座振替もご利用いただけます。お忘れのないようにお納めください。軽自動車税の付加期日は4月1日です。軽自動車税は4月1日現在に原動機付き自転車、小型特殊自動車、125cc を超える二輪車、軽自動車を所有している人に課税されます。所有しなくなった、譲渡したという時は速やかに廃車、名義変更の手続きをしてください。